なんだか今日は、俺、ああ、今のところ滞りなくだよ。君のおかげかな。いや、事実なんだけど。おう、ちょっと親父っぽいね。まあ、今のところないけど、もしかしたら。大切な思い出ができるかもしれないんだ。君もそう思う？そうか。じゃあ、うまくいくかもしれないね。あ、うん、こっちの話だよ。阿久津が学園祭に参加してるとは思わなかったよ。じじいにはめられたんだよ。誰が好き好んでこんなバカ騒ぎに付き合うか。そう言いながら手伝ってあげてるみたいじゃないか。ふん。この調子でテニスももう一度やったりはしないのかい？もう興味はないと言ったぞ。それより川村、お前中学卒業したらテニスやめるんだってな。うん。寿司屋の修行に入るんだ。テニスは今年で最後だ。てめえは一度決めたら、何があっても曲げねえからな。そこは阿久津といい勝負だったね。また寿司食いに行ってやるよ。ああ、お父ちゃんも喜ぶよ。ゆきちゃんと、ぜひ来てくれ。なんでババアが出てくるんだ。おい、お前。何してんだ、てめえ。あれ？ナミちゃん。なんだ、カウナ。お前の女か？違うよ。何言い出すんだ、アクツ。説得力のねえ姿だな、おい。アクツ。じゃあ、またな。ごめんね。ナミちゃん。アクツが変なこと言って、気を悪くしないでね。ああ、そうだよ。言動がああだから誤解を受けやすいけど、根はいいやつなんだよ。あんまりそうは思えないかな。え？なんかそう言われると照れるね。なんだい？ん？ああ。ああ、今のところ滞りなくだよ。君のおかげかな。いや、事実なんだけど。
俺、話しやすいのかな？なんか、そういう風に言われたのは初めてだな。ちょっと嬉しいよ。あ、でも、ラケット持ってる時でもそう見えるのかな？そうか。いや、前に新入生に驚かれたことがあったから、ちょっと気になってたんだ。よかった。何より君が慣れてくれて。ああ、いや、なんでもないよ。おーい！ナミちゃん。ああ、いや、君の姿が見えたから、つい。じゃなくて、ちょっと時間あるかい？いや、手伝いじゃなくて、ちょっと聞きたいことがあって、最近藤谷菊丸と話したかい？そうか。いやね、あの二人が君のことをすごく気が利くって褒めてたんだ。からかってるわけじゃないと思うよ。その、女の子はね、藤谷菊丸みたいに、明るくて喋るのが上手な方がいいのかな。あ、いや、その、何聞いてるんだろうね、俺。それって、誰のことだい？そうだよね。あ、ありがとう。うん。へえ。うん、わかった。渡しておくね、ゆきちゃん。ああ、今のところ滞りなくだよ。君のおかげかな。いや、事実なんだけど。どうしたの？いいね、それ。みんなでできるゲームか。ワイワイカブト町バトル、なんてどうかな？おう、みんなで遊ぶには、うってつけだと思うよ。みんなで遊ぶの、楽しみにしてるよ。借りてきたテントはここに置いとくぜ。ああ、ご苦労さん。ああ、慎重だよ。おお、ちょうどいいところに来てくれたぜ。ちょっと頼みがあるんだけどよ。これから委員会にブルーシート借りに行くんだけど、一緒に来てもらえねえかな。いやー、どうもあの委員会の重苦しい雰囲気が苦手でよ。だから、借りるって報告だけでいいからやってもらえねえか？それじゃあ、俺たちはテントを張っておくから、行っておいでよ。借りてきたっすよ。ご苦労さん、こっちは終わったよ。あとは飾り付けだな。
目立たせるために、上りとか用意した方がいいかな。お、頼りにしてるぜ。水槽のブルーシートも貼り終わった。よし、これであとは前日の仕上げを残すだけだね。みんな、ご苦労さん。いや、ナミちゃん。ごめん、今人を待っててね。少し待ってくれるかな。川村、俺に何か用か。ああ、阿久津、探してたんだよ。大地から聞いてる。で、何の用だ。うん、これを渡してくれって頼まれて。ああ、おい、もしかしてババアに頼まれたのか。そうだよ、お弁当みたいだね。あのクソババア、いらねえっつったのに、また持ってきやがったのか。食べてあげなよ。いらねえ。だいたいもう昼は過ぎちまっただろうが。そう言わずにさ、せっかくユキちゃんが作ってくれたんだし。知るか。要はそれだけか。お。俺はもう行くぜ。あばよ。ちゃんと食べてあげなよ。うるせえ。俺に指図すんじゃねえ。ああ、ごめん。待っててくれたんだ。ああ、見てたの？うん。ゆうきちゃんから阿久津に渡してくれって頼まれてね。え、違うよ。ゆうきちゃんは阿久津のお母さんだよ。あの人、ちゃん付けしないと怒るから。33歳だって。え？違うよ。俺彼女なんていないし。え？ああ、今のところ滞りなくだよ。君のおかげだな。いや、事実なんだけど。俺の夢か。いくつかあるけど、そうだな。差し当たっては、全国一のパワープレイヤーになることかな。身の程知らずって思われるかもしれないけど。ありがとう。いや、いいんだよ。嬉しかった。君がそう言ってくれるだけで力が湧いてくるよ。いや、ナミちゃん。今から帰るところ？そっか。じゃあ、駅まで。そうだね。一緒に帰ろう。もうかい？早かったな。うん、さよなら。またね。こんばんは、川村だけど。明日なんだけど、何か予定ある？そう、よかった。じゃあ、明日水族館に行かない？
それじゃあ、明日の午前10時、駅前で待ち合わせでいいかな。それじゃあ明日、おやすみ。いや、おはよう。早いね。待たせちゃったかな。そうか、ちょうどよかったね。じゃあ行こうか。お、すごいな。アジの大群だよ。おう、息が良くて、いいネタになりそうだね。俺もだよ。なんでもいいよ。君の好きなとこから行こうよ。まあね。まあ、あれはちょっとした癖で。そうかもね。ところで、お腹空いてないかい？それじゃあ、そこの食堂で食べていこうか。ああ、君が、俺の彼女だって勘違いした、あのことだね。勘違いされたままじゃ、俺も困るしね。いや、まあ、その、そういうところはあるね。あのさ、その、君は、彼氏とかいるの？ああ、いや、ごめん。立ち入ったこと聞いちゃったかな。そうなんだ。よかった。暑いね、ここ。冷房の効きが悪いのかな。そろそろ出ようか。今日は楽しかったよ。それじゃあ、今日はここで。うん、さよなら。夏休みも終わっちまったな。ももはちゃんと宿題終わったの？なんとかかんとかってとこっすね。もっと計画性を持たなきゃダメだぞ。そうだな。ももしろはテニスのプレーにもその傾向が出ている。だがその分臨機応変なプレイスタイルでカバーしているようだな。臨機応変、行き当たりばったりってことっすね。言ってくれるじゃねえか、あいつ。そういえば遠山君、学校はいいのかい？もう新学期始まってるよね。うちは4日まで休みや。へえ、そうなんだ。あ、そういえば確か委員会から何か報告があるって言ってなかった？水着？プールでも使うのかな？プールか。最近暑いしな。いいんじゃないの？君も参加したら。おう、そうだな。遠慮することねえぜ。うん、そうしたよ。トモフク。学園祭まであと少しだ。油断せずに行こう。
かしいな。ああ、ちょうどいいところに。頼んでいたはずの喫茶店の食材が、まだ届いてないみたいなんだ。委員会の方に確認してくれる？ん？どうした？声楽の運営委員。そんなはずねえだろ。今朝のうちに食材は全部運び込んだぞ。しょうがねえな。カバシ、電話と伝票を出せ。うっす。ああ、俺だ。伝票の A の12を確認したい。ん？なんだと？ふん。そうか。そいつは災難だったな。だが、そういうことはもっと早く伝えてくれ。で、代わりの手配は？ん？ちょっと待て。それじゃ間に合わねえだろうが。言い訳はいい。できるのか、できねえのか。そうか。わかった。残念だったな。荷物を運んでいたトラックが事故を起こした。怪我人はなかったらしいが、荷物は全部パーだ。特殊な食材が多いんで、代わりの手配は今からじゃ間に合わねえとよ。別の業者も当たってみるつもりだが、最悪の事態は覚悟しとけ。食材がゼロってことだ。それはまた大変な事態になったね。かなりピンチかもね。どこか他のところから調達するしかないか。ワイが一っ走り行って、こうてこよか？量が多いからね、一人じゃ無理だよ。頼むよ。そうか、それはいかんな。ああ、もちろん手伝うよ。こっちの準備はもう終わってるしね。うん、すぐにそっちへ行こう。それは大変だ。すぐに手伝いに行くよ。そうっすね。こうしちゃいられねえな。いられねえよ。すぐに行くと伝えてくれ。では問題点を整理してみよう。現在喫茶店で使用できる食材はこのリストにあるだけだ。こんなんじゃ全然足りない。よそから借りられないかな。特殊な食材を抜きにすればある程度は。しかし、そうは言っても。あ、来たか。いい知らせと悪い知らせがある。どっちを先に聞く？あの特殊な食材は全滅だ。今からではどうやっても間に合わん。一般的なパン、バター、ミルク、小麦粉、それに普通の野菜などは目処がついた。だが、それじゃあお前たちの特色がねえだろうが。諦めの悪い奴だ。だが、そういう奴は嫌いじゃねえ。
夜の9時まで時間を得る。その間に、どこまで食材を手に入れられるか、やってみな。バカ。俺その誰だと思ってる？その程度の柱なれ、いつでも出してやる。ああ。この辺り一帯の問屋を、徹底的に当たってみるんだな。おっと、礼を言うのは早いぜ。俺はただ、全力を出せない奴と戦いたくねえだけだ。それに、手塚には、借りがある。なんでもねえ、さっさと行け。そうか、後でがな。けど、助かったよ。これでなんとかなるかも。この近辺の主な問屋をリストアップした。全員で手分けすればなんとかなるだろう。やるしかねえな。ああ。買い物やったら任せてえな。頑張らないとね。できるだけのことはやろうよ。そうっすね。張り切っていこう！了解した。プリッキーの200グラム。こっちも来たぞ！タカさんが静岡産天然わさび1キロ確保！ほう、上物だな。天然わさび1キロと。そうか。少し多いが、多い分には困らないだろう。こっちもまたまた来たよ！おちびちゃんがアロエ1キロ！センブリ500グラムにアロエ1キロ。このペースならほぼリストは埋まりそうだな。大きなところでは、地黄に松の実、クコの実、そして、餃子ニンニクだ。山菜の一種なんだが、扱っている業者が少ない。餃子ニンニクか。わかった、頼む。どうした？順調か？でもなんだ？はっきり言いな。餃子ニンニク？この時期に天然物ねえぞ。ちょっと待て。カバジ、電話だ。うっす。俺だ。お前のところで、業者ニンニクを取り扱ってなかったか？うん。あ、そうだ。そうか。やはりな。他に心当たりはねえか？あ。おお？あ、あの業者か。わかった。ちょっと待て。もう一件電話する。俺だ。そっちで業者ニンニク都合できねえか。ん？ああ。ちょっと待て。おい、ウェイン。いくら必要なんだ？ふん。1キロだ。ああ。やはりそうか。だろうな。あるにはあるが、冷凍物なんだとよ。
わかった。注文しておく。ただし、こっちに着くのは明後日の朝になるが、構わねえな。おかえり。ただいま。これで全員揃った。食材もなんとか揃ったし、よかったよね。はぁ、疲れたわ。さすがに、きつかったっすね。ワイはまだまだいけるで。無駄に体力ありすぎ。だが、おかげでなんとかなりそうだ。みんな、ありがとう。そろそろ帰るか。もう9時だ。一緒に駅まで帰ろうぜ。そうだな。ワイもワイも。うん、そうだよ。うん、うちから持ってきたんだ。うん。アジ、サバ、マグロ、カツオ、ニシン、アユ。寿司屋の息子だからね。ハタハタ、カレイ、クジラ。そういえばそうだね。でも昔の人はそこまではわからなかったんじゃないかな。オッケー。みんな集まったな。水木地さんというので持ってきたが、一体何をやるつもりだ？おいおい、そう睨むなって。別に大したことじゃねえよ。今日は学園祭準備の慰労も兼ねて水泳大会を開いてやる。なんや突然、そんなこと聞いてへんで。なんだよ水泳大会って。余計疲れるだろう。慰労になってないじゃないか。つべこべ言わずにさっさと用意しな。競技種目は水中騎馬戦と発想飛び、それに水球だ。発想飛び？源義経が壇の浦の戦いで八つの船を次々と飛び越えていった故事ですよ。平家物語の伝説ですけどね。要するに発泡スチロールの板をプールに渡し、どこまで走っていけるかを競う競技だ。ああ、よくテレビのバラエティなんかでやってるあれか。騎馬戦といい発想飛びといい、どっちかっていうと、アイドルの水泳大会のノリだね。競技というからには、優勝者には何か特典があるんだろうな。いや、ねえな。ないだと？その代わりと言っちゃなんだが、最も成績が悪かった者には、罰ゲームが待っている。罰ゲーム？おい、この展開はまさかな。なんだその罰ゲームとは。これだよ。げっ！あれは？犬一特製？岩清水！というわけだ。少しはやる気が出ただろう？なんだ？岩清水？実に爽やかじゃないか。岩清水じゃない。岩清水だ。岩清丸ごと絞った DHA が豊富な健康飲料だ。え、イワシ？やばい、やばいよ！うわぁ、今までにないプレッシャーだな。負けたくねえ。見ろよ、あの声楽と六角の連中の怯えよう。よっぽどやばいもんなんやな。これは、負けられませんね。ふん。少しは本気になったか。遊びとはいえ、刺激がねえとな。刺激ありすぎだってよ。
大体なんで跡部が岩清水のこと知ってんだよ。ふん、俺様の情報網を舐めるなよ。そんなことはとっくに調査済みだ。さすがだな、跡部。感心してる場合じゃないっすよ。さあ、これから慰労会に名を借りた凄まじい死闘が繰り広げられようとしています。司会は僕、六角中の一年生部長、葵健太郎がお送りします。解説は氷堤学園のカバジさんです。よろしくお願いします。うっ、健太郎のやつ、うまいこと逃げやがったな。つうか、なんでカバジが解説なんだ。観客もいないのに、葵くんはノリノリだね。優勝の栄冠は誰の手に渡るのでしょう。そして、恐怖の罰ゲームを受けるのは誰か。興味深いですね、カバジさん。うっ、意外といいコンビかも。いよいよ水泳大会も最後の種目、水中の格闘技、水球です。本命は六角中でしょう。勝つのは氷堤です。おっと、解説のカバジさんは氷堤が一押しのようです。さあ、試合開始です。試合は大混戦。しかし、声楽が一歩リードか。おっと、声楽サイドから黄色い声が。川村さんへの熱いエールです。うっ、なんと、川村さんがラケットもないのにバーニング状態。俺は一体。愛の力です。これで全ての競技が終了しました。果たして優勝は誰の手に。そして、屈辱の再会は一体誰か。大体、想像はつきます。では結果発表です。優勝は、青春学園、川村隆史。おめでとう、川村さん。おめでとう。ちょっと張り切っちゃったから。うわ、意味か、自分が飲むことは考えてなかったのかな。Ladies and gentlemen!いよいよ合同学園祭のスタートだ。開会の挨拶は後でか。目立ちたがり屋のあいつらしいな。すげえすげえ、いっぱい出てる、楽しそう。こういう時は元気だな、次郎は。堅苦しい話は抜けだ。存分に楽しんでいけ。これは命令だ。いいな。こういう時まで偉そうやな。これより各テニス部有志によるアトラクションコンテストを開催します。司会進行は六角中の1年生部長、葵健太郎でお送りします。いや、来てくれたんだね。ありがとう。声援、よく聞こえたよ。おかげで、俺も気合が入ったよ。結果発表までにはまだ時間があるし、模擬店、見て回ろうか。うん、行こう。お化け屋敷、凝ってるなぁ。あ、川村さんじゃないですか。いやぁ、石田くん。じゃあ、ここは不動明の模擬店かい？ええ、そうっすよ。ありますか？
入ってみる？ナミちゃん。そうっすか。河村さん、残念でしたね。いや、俺は別に、その…これはまた、派手だね。うす。やあ、カバジ君、ここは氷点の模擬展開？うす。ああ、やっぱりね。繁盛してるかい？うす。へえ、大変だね。うす。いや、俺たちは遠慮しとくよ。うす。うん、それじゃあ。そうだね。結果はともかく、精一杯やったし、悔いはないよ。では、これからアトラクションコンテストの結果発表だ。優勝チームには、来年のウィンブルドンのチケットと、航空宿泊券が贈られる。優勝チームは、おう、ありがとう。でも、俺だけじゃなくて、チーム全員の力だから。ありがとう。ところで、この後なんだけど、時間あるかな？じゃあ、学園祭を一緒に見て回ろうよ。見せ場までにはまだ時間あるし。そうだね。よかったね。さあ、どこから回ろうか。それじゃあ、ちょっと寄っていきたいところがあるんだけど、いいかな。いやあ、靴、どうだい、調子は。ん？なんだ、来たのか。ふーん、結構繁盛してるみたいだね。ふん。別にどうでもいいが、負けるのは面白くねえからな。しかし、てめえが女連れで来るとは思わなかったぜ。あ、いや、彼女は。ああ、てめえ、この後に及んでまだそんなこと言ってやがんのか。知った、気合い入れろ。あ、よ、お前ら。こんな奴のどこが気に入ったんだ？てめえらお似合いだぜ、まったく。ナクツあんまり辛くなよ。ふん。面白いもん見せてもらった礼だ。ただにしてやるから入りな。え、いいのかい？気にすんな。クソ面白くねえ手伝いでムカついてたんでな。お、ありがとう。入ろうか。ナミちゃん。美味しかったよ。ごちそうさま。ま、戦国の野郎がいろいろと工夫してやがったからな。味だけは保証付きだ。阿久津、楽しそうだね。ああ、どこがだ。あんまり無茶はするなよ。ひっ、俺に指図するつもりか？だいたい無茶が多いのはてめえの方だろうが。お互い様かな？それじゃあ。ああ。ああ、忙しい。すまん。そろそろ模擬店コンテストも大詰めだな。売り上げは悪くないけど、トップを取れるかどうかは微妙なところだね。
ここらで追い上げねえと、まずいな。派手な客引きか。しかし何を。なったらいい手があるぜ。タカさん、これ。金魚すくいのポイ？これをどうしろっけ？いいからこいつを持ってくださいよ。わかったよ。うわぁ！バーニング！やった！ポイでもバーニングするのか？確かに形はラケットに似ているが。百式ならミーに任せな！ヘイヘイヘイ！エブリバディ！ウェルカーム！とっておきの必殺技を披露するぜ！行くぞ！波動すくい！ぬーりゃー！おお、すげえ！しかし、ポイは破れてるな。こいつは負けてらんねえな！負けてらんねえよ！俺も一丁派手に行くぜ！くらえ、ジャックナイフ！まだまだだな。お前もポイが破れてる。なんだろ？ならてめえもやってみせろ、マウシー。見ていろ。これが真の金魚すくいの奥義だ。ブーメランスネッカー。なに？ナイスキャッチ！何が？当然だ！それくらいできねえで、性格のレギュラーが務まるかっての！ミーも負けねえぞ！ズーリア！バーニング！まだまだ！ダンススマッシュ！ドーン！おらおら！やれやれ、やっと一休みできるな。タカさん、こっちは俺とカイドウでなんとかなりそうっすから、今のうちに休憩行ってください。いいのかい？大丈夫です。そうか。じゃあ、そうさせてもらおうかな。行こっか。ナミちゃん。へえ、大掛かりな瀬戸だね。お前は確か、声楽の河村だな。真田君、ここは立会の？無論だ。一体何の模擬店なんだい？スマッシュでビンゴという。9枚のパネルをスマッシュで打ち抜き、ビンゴを狙うゲームだ。へえ。挑戦してみるか。いや、やめておくよ。コントロールはあんまり自信ないしね。そうか。お前のバーニングサーブを、この目で一度見ておきたかったが。またいつか、ね。うん。へえ、海の家か。よ、河村じゃねえか。やあ、黒羽くん。ここは六角の模擬店かい？ああ、どうだ。焼きもろこし買ってかねえか。うまいぞ。だってさ、食べる？お、河村、その子彼女か？いや、別に俺たちはそんな。おう、俺たちね。俺、焼きもろこし。からかわないでくれよ。ねえ、いいか？いいって。こいつはおごりだ。仲良くな、お二人さん。しょうがないよな、黒羽くんは。
大丈夫かな。だといいね。これより模擬店コンテストの結果発表を行う。模擬店コンテスト売上およびアンケートのトップを獲得したのは、青春学園の金魚すくい屋だ。勝った。優勝！優勝だぜ、おい！やった。みんなで頑張ったからこその優勝だよ。学校総合で声楽もトップ。これで完全優勝だ。よくやったね。金魚すくいは見事だったよ。タカさん、モモ、カイト、よくやったよ。すごいじゃん。やるっすね。みんな、よくやってくれた。これも、君のおかげだよ。そんなことないよ。君がいろいろと手伝ってくれたから、優勝できたんだ。ありがとう。俺も、楽しかったよ。でも、学園祭ももう終わりだね。あっという間だったね。さて、これで合同学園祭もファイナルだ。よし、みんな楽しんだようだな。それじゃあ。ちょっと待てよ。締めの挨拶はうちの手塚がやるはずだろう。ふん。目立ちたがり目が。気づかれたか。まあいいさ。じゃあ手塚、しっかり締めてね。うん。合同学園祭も残すところキャンプファイヤーだけだった。相変わらず硬いな、手塚くんは。だが、まだ学園祭が全て終わったわけではない。家に帰るまでが学園祭だ。あらら。では、油断せずに行こう。こんな時までそれかよ。さて、楽しかった学園祭もこれでファイナルです。最後は、有志による社交ダンスで締めくくりとなります。あ、何ちゃん、探したんだよ。踊らないの？そっか、じゃあ、少し、話さないかな。ここじゃなんだから、少し会こうか。あ、うん。それは、君に言いたいことが、どうしても言いたいことがあるんだ。俺と、俺と付き合ってくれないか。どうかな？え？え？本当に？本当に？いいんだね？え？あ、ごめん。これ、言うの忘れてた。君が好きだってこと。え？そうだったんだ。いや、ダメだよ。ちゃんと俺から言わないと。でもう言ったっけ？じゃあ、改めて、もう一度言うよ。
俺は君のことが好きだ。付き合ってください。お疲れ様、ナミちゃん。今日は忙しかったね。ほんと、君が手伝ってくれて助かるよ。けど、ほんとにバイト代出さなくていいの？俺は家の手伝いだからいいけど、やっぱり君に手伝ってもらうのは気が引けるよ。そうかい？それじゃあ、今日は君の好きなネタ、何でも握ってあげるよ。もちろん、残り物で悪いんだけどね。そう言ってくれると、握りがいがあるな。それじゃあ、何にしましょう、お客さん。へい、ウニ一丁。親父が早く後継げるようになれってうるさいんだ。でも、君がこうやってそばにいてくれるから、俺は頑張れるんだ。俺、早く一人前になれるように努力するよ。ありがとう。俺ね、君に隣にいてほしいと思ってるよ。これからも。